ああ はい、今日の三つ目、なら。じゃあね、なら。OK。Actually, なら。You can use any. Like, noun. ああ、漢字なら書けません。いいアジェクティブ。ああ、暑いならプールに行きます。And not adjective. ああ、店が静かなら今日は休みます。それから verb。はい、verb。はい、X が verb ならブラブラブラ。じゃあ、何を、はい。You can condition anything. Okay. Make a condition and ask me what would I do? はい。あすみ先生、はい。たくさんお金が持ちならどうしますか？いいですね。はい、たくさんお金があるなら、はい、みんなに聞こう。たくさんお金があるならどうしますか？はい、書いてください。たくさんお金があるならどうしますか？はい、アルマンドさんも考えてくださいよ。たくさんお金があるならね、今思ったのはね、銀行に入れて何もしない。面倒だから何もしない。 I'm so lazy about money. 銀行に振り込みます。入金します。I 銀行 just に。deposited in 銀行。 銀行に入金。はい。でもね、ピカさんいいよ、ピカさん。ピカさん、別荘を買います。たくさんお金があるなら別荘を買います。じゃあ、アルマンドさんに聞きましょう。アルマンドさん、たくさんお金があるならどうしますか？ニンテンドースイッチを買います。ああ、そうなんだ。任天堂スイッチを買います。でも、新しいスイッチが出るね。新しいスイッチが出るそうですよ。出る、そう。そ、出る。新しいスイッチが出るそうですよ。I heard 新しい任天堂スイッチ will come out soon. Really? Yeah, does anyone know this? 知ってる？誰か知ってる？ピカさん知ってるかな？ Anyway, OK. 新しいスイッチを買いますか？はい、いいですよ。じゃあ、アルマンドさん反対いきましょう。たくさんお金があるならの反対。Conditioned opposite. どうぞ。たくさんお金がなさなら、たくさんお金がないならはい、じどうゃあ、か。たくさんの反対。Zero. Not at all. はい。Not at all は日本語で何ですか？Not at 全然。all。はい、いいですね。じゃあもう一度お願いします。たくさんお金があるならの反対は何ですか？全然お金がないなら、どうしますか？はい、すいいみでませす。ん、先生。全然お金がないならどうしますか？あ、そうですね。全然お金がないなら、安い家に住みます。に住安みまいす。家に住みます。安right, い家に住み right. ます。はい、皆さんはどうしますか？全然お金がないなら、アルマンドさん、どうぞ。全然お金がないなら、考えてます。全然お金がないなら、あなたはどうしますか？はい、チャットに書いてください。
全然お金がないならどうしますか、アルマンドさん。たくさん働きます。あ、本当だね。ピカさんと一緒だね。一生懸命に働きます。一生懸命に働きます。たくさん働きます。私もそうだね。きっと今ね、私は月曜日から金曜日までしか働かないの。月曜日から金曜日、うん、しか働かないけど、そう。でもね、日本語の先生ね、毎日働いてる人がいるね。月曜日から日曜日まで働いてる先生いるよね。だから毎日働く、一生懸命働くかもしれないね。全然お金がないなら。でもね、お金があると使うでしょ。だからたくさんお金を作るんじゃなくて、お金を使わないようにしたい。たくさんお金を使わない、たくさんお金を使わない、うん、たくさんお金を使わないで、うんうんうん、ちょっとだけ使うちょっとだけ使う。そしたらたくさん働かなくていいですはい、同じですね、同じですね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。 A なら B のに OK。 So when we use なら we actually love this phrase. And what is のに、のに actually works for emphasizing the speaker's regret or wish about theCounterfactual situation. So you don't like this situation, and regret you couldn't get that this counterfactual situation, and showing your regret or the you know wish for the opposite consequence. はい、じゃあ私が先生なら、はい、どうしますか？ You're gonna make a regret feeling.私が先生なら、oh, if I had your teacher, I would... どうしようかな。私が先生なら、I would teach you better. I would be gentle for you. You distract me. what am I supposed to say? 私は先生なら、well, I already have. for example, it's much, you can say a lot. You can, you know, more like crazy things. Like, 私が先生なら、I make the school like every day summer vacation. okay. 私は先生なら、毎日、every day? 毎日、毎日を make 毎日 as summer vacation、 なんですか？ OK、 毎日を夏休み、そうそうそう、 and Do you remember this transition? にするになる。はい。はい。をにする。はい。私が先生なら毎日を夏休みにするのに。私が先生なら毎日を夏休みにするのに。What this means? Okay. I'm sorry.I'm not a 先生。So I cannot make your everyday into 夏休み。I'm sorry about that. okay, okay. okay, じゃあこれはどうですか？はい、今日雨です。今日は雨です。今日が晴れなら、ブラブラブラ、I regret I couldn't do this. はい、今日が晴れなら、晴れなら、今日が晴れなら、プール。いいよ。を泳ぐのに、うん、
Okay. Second chance for particle. はい、何を入れ直しますか？プールに泳ぐじゃないか。Okay, what did you say? 何を言った？プールに泳ぐ。うん、おじゃない。Anything else? プールを。おじゃない。What did you say earlier? じゃないか? Okay, I'm not sure, but you didn't say this. プールで泳ぐ。はい、オンラインで勉強します。レストランで食べません。家で寝ます。はい、今日が晴れならプールで泳ぐのにどうしますか？今日が晴れなら I wish I could ブラブラブラ。はい、今日が晴れならプールで泳ぐのにどういう意味ですか？今日が晴れならプールで泳ぐのに晴れじゃないからできません。I regret。晴れじゃないからできませんと言ってますね。いいですよ。じゃあ次行きましょう。今日が金曜日なら、ブラブラブラ。はい、obviously 今日は金曜日じゃないね。はい、今日が金曜日ならどうしますか、アルマンドさん。今日は金曜日なら、if it was Friday、今日が金曜日なら、映画を、見るのに。ああ、今日が金曜日なら映画を見るのに。金曜日じゃないから見れません。はい、I regret。残念です。はい、じゃあ私にも聞いてください。OK。あつみ先生、今日が晴れなら、どうしますか？今日が晴れならたくさん洗濯するのに。たくさん洗濯する。晴れだからね。楽しい。ユーズさん、太陽を使いましょう。はい、いいですよ。はい。A なら B のに。OK。じゃあ、どうですか？ここまで。So far。質問ある？質問がないです。OK。I have a question. 質問があります。Do you know たら？たら。うん。If。そうだね。たら。はい。じゃあ、たらで文を作って。Well, okay, 私は背が高いたら、バスケットボールをします。ああ、もう一度たらを使って、たらをもう一度たらを使って。はい、高いたら、高いたら、高いたら。OK、ヒント。たら、コンディショナル、use past tense。はい、高い、past。高い、past。What? 高い。高い。高い、past。わかる人、高い、past。高い、past。OK、ヒント。高い。暑い、past。暑かった。はい、高い。うん、高かった。はい、私の背が高かったら、はい、どうぞ。バスケットボール、うん、あ、お、バスケットボールをします。私の背が高かったらバスケットボールをします。はい、いいですね。
私の背が高かったら私の背が高かったらバスケットボールします。 Sounds like you don't know how high you are. はい、Isn't it is if I was tall, I would play basketball? Isn't that what I'm saying? 私の背が高かったらバスケットボールします。So it sounds like a, 私の背が高かったらバスケットボールします。Sounds like you are not tall and you don't play basketball for that reason, correct?Okay. いいですよ、いいですよ、いいですよ。わかった。The first thing that came to mind. はい、じゃあ行きましょう。これです。タラはどんな時に使いますか？タラは、so a lot of probability, like, but your height is actually not probability, right? So describing a lot of probability. 例えば、明日晴れたら。Blah, blah, blah. You don't know the probability how little or how quite probable. And so you basically say that event A should occur before the event B. Okay, the things goes like this. A, Tara, B. If event A should occur, if event A should occur, then...ちょっと待って、ちょっと待って。イベント A should occur. あ、そう。これ分かりにくいな。OK. If event A happens, then B happens. Kind of. Then B takes place. That's basic. OK. But OK, the things of difference between Nara and Tara. That's the point. はい。Huh. Nara is same. Various conditional.But Nara is like order is different. Okay, so basically A tara B. はい、A happens, then B happens. はい、食べたら後悔するよ。If you eat this, you're gonna regret. So always A action happens first, and B action happens later. But in Nara B, actually you can describe opposite situation.Event B can occur before the event A. You know, 後悔 cannot occur before you eat. That's why Tara is needed. But Nara can describe this. 食べるなら、あ、あずみさん、リンゴ食べる? Okay, then I'll bring it. So that we will eat. So actually, blinging action is forced.Right? Then we're gonna eat. In both? どうぞ。ありがとう。すみません。In both Tara and Nara, we use the consequence in second place. そうです。B is second, yeah, consequence, yes. So condition is A. Yes, condition is A.And the consequence is the latter part, main clause, collect. So Nara is various, Tara is for various possibilities, and Nara is for what? Okay, what this is how Japanese people feel. Tara is always limited to this past tense.You know, if、okay. you use past tense, because Tara obviously includes ta, means past tense. You're gonna make past tense. Then, if、okay. your condition is past tense, it means like this conditions, this clause action occurs first. But we are always care about this order. Oh, Azumi-san, ringo taberu? Okay, then I'll bring it.So I cannot say, oh, Ringo tabeta? Because obviously, like, conflicted what I want to say, right? Taberu? So I want to ask, I want a condition with present tense. That's what I feel.
if I conditioned with Tara, it's past tense. Okay. If I ate, then you're gonna become this state, which is regretful. But I want to condition. Okay, if you eat, then I want to bring it for you. Okay. I understand. Because always Japanese language is based on the main clause, like time. So 後悔するよ, when it talked about 後悔するよ, why 後悔する? Because the action of 食べた already begun, already happened, that's what you're gonna 後悔, regret. So it's basically if you ate this, you will regret it. Mm-hmm. And Nara is if you eat this, mm-hmm. I will bring you something. So the main clause action should occur actually the A clause, you know, the action of eating, because you have to bring in order to eat. So this opposite event order, then we don't want to use tara. That's feel wrong. In fact, it's wrong because that's that kind of violates Japanese language rule. Okay. 今日はとても難しい奈良を勉強しましたね。はい、じゃあ、Let's review。どんな勉強でしたか、はい、そうですね。例えば、あ、漢字なら読めません。漢字じゃないなら読めます。If it's not 漢字、読めます。漢字じゃないなら読めます。ああ、勉強が楽しいならよかったですね。楽しくないなら。じゃあもう勉強をやめてもいいですよ。You can quit. はい。No. おばあちゃんが元気なら、あ、じゃあ日本に帰りません。おばあちゃんが元気じゃないなら、今すぐ帰ります。OK。そして、verb。はい。たくさんお金があるなら、別荘を買います。出ましたね。別荘を買います。はい。全然お金がないなら、みんなたくさん働きたいね。はい。たくさん働きます。素晴らしいね。はい。On the other hand、あずみさん、安い家に住みます。働きません。全然お金がないなら、安い家に住みます。はい。はい。はい、それからね、なら B のに、はい、regret or wish を表す文も勉強しました。今日が金曜日なら映画を見るのに、金曜日じゃないから見れない、regretful。はい、ということですね。はい、じゃあ今日はここまで皆さんよく頑張りましたね。